よく聞く、そんな目の前にもないのに、あることが信じられっか、に対して。目に見えないと、ない。触れないと、ない。匂いを嗅げないと、ない。五感でキャッチできないものは、ないのでしょうか。今、あなたが外出中だとしたら、あなたの部屋には、椅子や机がありますね。そう、あるに決まってんじゃん。朝使ったコーヒーカップは、今、目に見えないから、ないんですか？朝座った椅子は、今、触れないから、ないんですか？そんなのあるに決まってるじゃん。私が言いたいのは、なんでそう言い切れますか？ってことです。目の前にもない、触れもしない、木の感触もない、なのに、なんで、あるって言い切れますか？これ、おかしくないですか？ですが、この時のあるって感じは、実に確かで疑いようも動かしようもない、絶対の認識のように感じてるはずです。つまり、あなたがあるっていう認識の方が自然なんです。当たり前なんです。目に見えるからとか、触れるから、なんてのは思考が作った後付けの理由、つまり嘘です。あるが本質で自然なんです。だからこそ、目にもできず、触れもしない、自宅にある椅子やテーブルがあるって言い切れて、かつ実際にあるんです。これを自らの欲しいものにスライドするだけです。量子論では観測するまで物体といっても、最小の粒子の位置を特定できないってあたりまで分かってます。つまり、観測するまで物があるのか、そこにないのか、はっきりせんってことです。私が展開したこのあるは、量子論の観測前の存在です。うまくいかないのは、この観測前の存在にわざわざ自分でない、ない、ないって名前をつけて、さらに観測するから、その状態、つまりないって状態が確定されてるってだけです。全くないものは想像すらできません。だって絶対無なんだから、なんもないんだから。よく、お金がないと言います。私も言ってましたよ。これは正確に書くと、お金というものがあるが、私はないと認識しているとなります。これ、めっちゃ変じゃありませんか？だって、自分であるって認識していながら、わざわざ否定して、いや、それはないって認識し直すんだから。お金が欲しいっていうのは、こう訳せます。今は、お金を持ってないし、足りないから、何かをして手に入れる。違います。善一で、時間空間もない、自身、イコール本質に、もうあるんだから、わざわざないことにしてから、もう一度手に入れるなんて非効率なことするのはおかしい、変です。あるものをないって否定認識している状態から、手にしようと様々なメソッドに手を出す、私もそうでした、から、遠回りになる。だから、状況が変わらない。変わるわけありません。だって、願うたびに、本来、真実ではない嘘で作ったとこから、毎回スタートし直してるんだから。苦しいし、なかなか手にできない。わざわざ自分に嘘ついて、不機嫌になっているってことです。誰かに嘘をつくと、気分悪いですよね。そして、その嘘をつき続けるとずっと不快。あるのが本来なのに、無限ラップみたいに、ない、ない、ない、って、嘘続けるから不快です。本来の姿からずれるから不快です。今、本当は幸せ、今、ある、そして、それが本来なのに、言葉で嘘をつく、だから不快なんです。手にしたら嬉しくなる、じゃない。すでに、手にしてるから、今、あるから、それが真実だから、それを思った時に嬉しいんです。
私はありとあらゆるいわゆるテクニック系をやりました。例えばイメージング、アファメーション、ひたすら行う修行系。でもスムーズにいかなかった。でふと思いました。無理があるとうまくいかんかも。じゃあ無理ってなんだと考えました。それは自分にとって自然でないこと、当たり前でないこと。私もすでにあるって決めようとしましたが、どうやっても無理がある。じゃあすでにあるって決めようとして、無理があるってどういうことだろう。ああそうか、決める必要なんかない。鼻からあるんだ。あるのにあるって決めようとするから無理があるのかも、となった。これは目の前にアンパンがあるのに、それを否定しつつアンパンがあると決めようというのと本質的には同じです。でもまだ私は納得してなかった。だから逆を必死に探した。そう、ない、絶対ない、 100% ないです。そしてどうしても見つからなかった。ここまでやるとエゴシステムは結構おとなしくなりました。ないっての探せない以上、あるっていう前提が正しいと論理的に言えるのでは。納得できないのは体感できないから、とさらに突っ込み、名前外しとぼーっとするで、なんだ自身って善じゃん、あるじゃんって体感したわけです。いいでしょうか。周囲を、世界を見てください。どこを見てもないってそのものは見つからない。あるから認識できる。でも世界には時間、自身からは思考が湧くからそう思えない。でもどうしたってないは見つからない。ならこれ本当じゃ？でいいのでは？どうでしょうか。逆に言えば、ある、満たされてる、充足してる、しかないってことです。あらゆる物事、時間も空間も、すべての可能性も折りたたまれた状態の、ある、がある。この場から、個々がそれぞれの意図で、選択したそれぞれの世界が現れる。すでにすべて状態が重なって存在していて、本音で選んで気持ちよくなるなら、その瞬間に五感認識があろうがなかろうが、選んだものは存在している。なぜなら、存在しないものは認識すらできないから。ええ、すべて存在する、ごちゃ混ぜに。でもそれを認識してる、何かがある。この何かが言うならば、真の自分。B、ぼーっとする、名前外しで、肉体としての自分は仮で、意識としての自分が真の自分であることが体感できる。でもこの仮の自分と真の自分も不可分なのも体感できる。この A と B から言えるのは、すべてのものもことも全部が自分であり、かつ同時に肉体として分離したものも自分である。よって真の自分が手にすると選択したものは肉体としての自分に届く。これだけです。マグカップがあるならお金も仕事もあるんです。善であるも真の自分ですが、制限された肉体でこの世界で生きてるのも真の自分です。現れ方が違うだけ。だからこそ真の自分に気づけば、それは制約のあるこの世界での自分にもちゃんと映ってくるんです。それをああだのこうだの言うエゴシステムの意見ばかり採用するから見えなくなる。だから意識としての善である自分も真、制約のある肉体としての自分も真であることに境目なんかないことを体感するために、名前外しとぼーっとするを伝えてます。以下が私の認識をベースにした形化の流れです。 1. ある、すでに存在している場がある。 2. あるからこそ想像できるし、その想像で感情も湧く。
3、意識と肉体、善と子、場と世界は一つながりだから、私は形化するだろうなって行動も、全く意識しない行動も、制限された肉体と思考にはどうせ分かりゃしないから、解の方へ行こう。それでずっとうまくいくし。4。で、実際に形化する。です。私は叶えるとはあまり思っていません。もっと正確に書くなら、制限と変化の肉体の私は叶えさせられてる、形化に乗っかってる、です。今までお伝えしたポイントを組み合わせたやり方っていうか、取り組みっていうのを書きます。一応、効果検証済みです。3つです。1、目に見えないことの名前外しをやる。例えば、時間の流れ、空間、移動、決めつけ、自分の見方、順序、理由、理解したい、分けたい、難しい、簡単だ、どうせ、やっぱり、手に入れる、などなど。他にもあるでしょう。自分の意識には上りにくいが、枠組みとか決まりパターンみたいなものです。例えば、私のコメントを読むときも、何らかメソッドのやり方などを読むときも、こうした枠組みやパターン、フレームといったものを通して、エゴシステムは理解しようとします。でも、こういったものがたくさんあると、場から現実化するプロセスで、あなた、イコールエゴシステムは、放っておけば形化するのに、わざわざこの意識下の枠にはめよう、とするので、形化遅れます。2、活動しながらぼーっとする。というより、ある、善を感じながら、普段通り生活する、って感じです。これの前に、目を開けたままぼーっとする、歩きながらぼーっとする、ことをおすすめします。何度も書いてるように、場としての自分も肉体としての自分も、どっちも自分なんです。ぼーっとして場を感じるんですけど、現実では行動できません、ってのは、この、場としての自分も肉体としての自分もどっちも自分、から、エゴシステムが、わざわざ、ずれさせようと思っている、と考えてください。この活動しながらぼーっとするになれると、場の穏やかさや静けさ、広がりなんかを、目の前の、実に目まぐるしく変化し、音も想像しいはずの現実に、実際に感じます。当然、こうなると、実に自然にエゴシステムは静まります。場、プラス、子、どっちも性、むしろ二つあるってことそのものが性、です。3. ないは、ないってことを普通に知れば、あるしかないことがわかる。最後のはよくわからない人は読み飛ばしてもいいです。でも、これで、ああ、あるってそういうこと。ない、なんて認識なんかエゴシステムが作った嘘っぱちじゃね？って大気づきする方もいるかも。例えば、あなたの目の前のテーブルにリンゴがあったとします。14時20分現在で。それは14時に友達が持ってきたものです。でも友達があなたが知らぬ間にリンゴを食べてしまいました。14時半ごろ内緒で。あなたが認知していたリンゴは今はないですね。これを時系列で書きます。テーブルとリンゴの関係性で。14時以前テーブルはあった。星1。14時、テーブルの上にリンゴはあった。14時半、テーブルはあった。星2。上記の星を、第三者の視点で、別々に、淡々と見てください。質問1です。14時半に、リンゴは、なくなったのでしょうか？答え書いちゃうと、リンゴがなくなった。とはどう見ても言えません。テーブルがあるだけです。質問2です。14時以前をリンゴがないテーブルって表現をしますか？答えは
間違ってもそんな言い方はしないってことですね。何が言いたいのかといえば、ないってのは時間経過の中で特定のものの状態変化に意識当てないと発生しないものであるってことです。つまりないを表現するにはあるが前提ってことです。そしてこれを読んで、だって俺の目の前にないじゃん、怒りってなった方は、活動しながらぼーっとするをぜひ実践して、ゲームみたいにこの認識、ないはないってのを肉付けしたら面白いです。現実の中にあたかもあるような、実に疑いようのない時間。一番最初に書いた目に見えない名前外しやると、あなたの中に隠れてる時間が経過することで、あるが実体化するって認識がぶっ壊れます。すると今までとは驚くほど違う短時間、短期間で形化が起きます。同時に、ないって勘違いじゃねってなるはずです。いいでしょうか。どうしたって、ない、絶対無は認識できません。一切合切、初めっからないんだから。ないはあるが前提です。それと上記の2番目と3番目が馴染んでくると、活動への抵抗が間違いなく減ります。理由は、探ってみてください。あるなら手にすればいい、だってあるから、それだけです。あるなら欲する必要はない、手にするだけでいいと気づけますか。叶えるっていうより、あるから手にするです。今あるんです。幸せが起きるんじゃなくて、今本当にこの瞬間幸せなんです。